キャンプです。キャンプ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 、ね、どうですかこの天気。いやもうほんまにね、はい、恵まれてますわ今日もおもてなしさせていただきますんで。あー嬉しい、はい、まあもう前回いろいろあったんであれですけど、それ以降にこれすごいね、これ新しいちょっとね、これ誕生日に並木さんからいただいたんですよ。これすごいですね。これまあ一見なんやっていうね、まあまあまあキャンプグッズテーブルかなっていう感じじゃないですか。これマジですごいわ。まさかのこっち？これすごいっすね。はい、僕ね、その折りたたまれ具合が気持ちよくないですか？この感じはね。いやこの感じはすごいよもう。はい、これが硬い棚になると。これが、はい、こう、まあいわばこれチャック開けりゃ吹き抜けにもなるっていうことでしょ。すごいよな。でここはこうくる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 っとまとめてこれで閉じはったらっていう。こんな会議楽しいやろうな。ここマジックテープにしてこれ止めるようにした方がいいんじゃないですか。ほらでここで料理して、はい、で今までのジュニアさんの料理どんな感じでしたか。俺は今までここでこうねこうやったのもここでもこうやって、ほんで包丁とまな板どうすんねんって。これも並木さんが教えてもらって。これすごいね。もうショーシャンクの空やん。ショーシャンクのやつやん。聖書の。これ。なあ。もちろんここにこのフックつけて。でもそれだけだと落としたらどうすんねん。磁石です。これもできるやつが。なあ。マジでショーシャンクやで、これ。土井善晴主演のショーシャンクの空です。充実していきますね。いろいろこんなんでも楽しいやろな、考えてんのね。参加したいってことですか。いや、したいですね。あ、これじゃあ見てるね。あのいろいろキャンプメーカー、キャンプブランドの。キャンプじゃなくてもなんかこういう会議とかすっごい楽しいやろね。ひらめきやもんな。あとあれなんですよ、これキャンプ場ってあの夜になったら野生の動物とかいるじゃないですか。これチャック閉めときゃ食材入れてでも、はい、明日これ朝ごはんで食べようっていうのがこの辺だって野良猫だなんだに持ってかれたするところ、はい、チャック閉めときゃ、はい、なるほど。片付けなくていい。そうか、そんだけ獣からなんとか守ろうとしてるマーク、ウサギやで。ちょっとこの間料理して、ちょっと鍋とかフライパンちっちゃかったんで、ちょっと大きいの買いました。
これ収納上手、これやばいやつですよ。これもうやばい。鍋量しかがもうすごいから。鍋量しかでもうこれもう一個でも間違えたら蓋閉まらないから。あとシンプルにお腹空いてます。オープニングベーコン焼き出したらもう引き返せないですよ。いいっすか。行っていいんですね。オープニングベーコン。できました。お、来た。いただきます。うめえな。うめえや。ベーコン炒めただけなんだけどな。いつもの。うまっ。パン焼きます。これもあの、はい、新しいパン焼きスタンドを手に入れたんで。家では見ないですね、絶対。そうですね、これで4枚一気に焼けるというね。参加者5名という。あれ。いいっすね、これ。いいっすね。でもこうやって焼けるか、これ。ここの上が重なり合ってるけど、これ3枚最後これどうするの。これこいつが肩おかし、こいつが肩おかし、こいつが肩おかし、全員がこう、はい、やるしかないですね。これいただきます。うん、めちゃめちゃうまい。今回深津ゆりさん参加してた。